昨日はですね、作曲をしてて、お昼過ぎ、夕方とお昼過ぎの間ぐらいまでしてて、そっからちょっとしばらくしたら、マリン先輩とシャドバしてたのは、マリン先輩も、ちょっとなら、まあできるかな、ぐらいの感じらしくって、一緒に対戦してて、で、最初ね、もう坂本は配信でガチャ引いて、そこでデッキ作ろうと思ってるから、だからまだ全然デッキできてなくて、何にもないのよ。チュートリアル用のデッキしかなくて、豆腐みたいなのしかないから、お互い豆腐同士で戦ったのよ、まず。アンリミテッドで豆腐で戦って、アンリミの意味とはとかなりながら戦って、で、その時は、まあまあまあって感じだった。お互い五分五分かなーぐらいの感じだったんだけど、ツーピックっていうね、なんかシステムがあるの、シャドバには。2枚組のカードが出てきて、それが2選択肢あるの、右と左に。それぞれのカードの効果を見て、どっちの右左の方がいいかを選んでってデッキを組んでいくのね。組み方を間違えたら即死なのよ。デッキ事故って死ぬんだけど。で、それをやってたんだよ。そしたらね、坂本ね、マリー先輩と戦ってて、いや、マリー先輩、普通にね、ちょっと強いなーぐらいだった最初。途中ね、覚醒デッキを作り始めて、ツーピック界の王じゃねっていうデッキを作っちゃって、え、これも完成品じゃんみたいになっちゃったから、もうそこから、一切勝てる見込みがなくなって無慈悲に負け続けてね、全敗したわ。全敗しました、坂本くるえ。まあでもルール分かったし、初心者だし、これからムクロネクロ作るし、まあ練習試合だし、勝てないかもしれない。分からされた、マジで一生負け続けてたわ。でね、マリン先輩優しかった、ほんとに。なんか、マリン先輩とお話ししてるとね、頑張ろうっていう気持ちになるんだ。シャドバも一緒にさ、こうやって付き合ってくれたし、楽しんでくれたし、坂本とかがさ、ちょっとさ、こういうこと考えている時もあるんですよね、みたいにちょっと悩み相談とかすると、すんげえ優しいの。あれ？マリー先輩、坂本のこと大好きとか思ってね、調子乗ったりもするんだけど、数秒後にはね、いや、ちょっとおこがましかったなって。ちょっと今の思考回路、煽りだとしても、ちょっとおこがましかったなと。失礼しましたって。もう二度と、言いませんってなる。でも言っちゃうんだけど。その場を楽しくしたくなっちゃって、抑えられなくなっちゃう。いやでも本当にね、優しかった。めちゃくちゃ楽しかったわ。すごいね、癒し空間だったわ。いいお休みだったなーって思った。曲作って、勉強しながら、で、その後、マリー先輩とシャドバも勉強できて、活動に活かせるいいお休みだった。え、お休み？じゃないのか、じゃあ。あれ？いや、まあ、お休みと思えばお休みなんですよ。はい。